ジルマ・ルセフとその家族、ジルマ・バナ・ルセフは、ブラジルのエコノミスト及び政治家。第36代ブラジル連邦共和国大統領。ブラジル史上初めての女性大統領であった。聖のルセフは、ブルガリア人の父が、ブルガリア聖のラスブをフランス語風にしたもの。ポルトガル語を母語とする、大多数のブラジル人にとっては読みにくい綴りで、国民には、ファーストネームで、ジルマ大統領と呼ばれることが多い。ミナスジェライス州の州都、ベロオリゾンテ出身。ブルガリア人の父親とブラジル人の母親の間に生まれる。1960年代の軍事政権時代において、非合法左翼ゲリラ組織の武力闘争に参加、秘密警察に拘禁された経験もある。1967年9月、同じゲリラ組織で活動していたジャーナリストと結婚するも、70年代末に離婚した。その後、政治活動家の男性と再婚するも2000年に離婚している。1979年の政党改革法制定で、政党結成が自由化されると、ブラジル労働党の再編に参加したが、その後離党し民主労働党に参加した。1999年に労働者党へ参加した。ルーラ政権下で工業エネルギー相、官房長官を務めた。大統領の右腕的存在としても知られ、PAC の推進役として活動、ルーラ大統領からは PAC の母親と呼ばれた。2010年に大統領選挙に出馬し、ジョゼセラを決選投票で下して当選。2011年1月1日に就任し、ブラジル史上初の女性大統領となった。就任式には、アメリカのヒラリー・クリントン国務長官や日本の麻生太郎元内閣総理大臣らが出席している。2013年には、ブラジル抗議運動が起き、きっかけは、交通機関の運賃値上げであったがやがては、教育、医療などの社会福祉に優先して、FIFA ワールドカップブラジル大会に巨額の投資を行ったことに対する抗議に発展し、ルセフ大統領はこの対応に追われた。その後も継続的にルセフ政権に対する批判が続出し、2014年に入って支持率は3割台にまで落ち込んだ。ようやく大きな批判もありつつ、国の威信をかけて臨んだサッカーのワールドカップ本戦において母国ブラジル代表が順調に決勝トーナメントまで勝ち上がると批判は沈静化し逆に支持率上昇につながった。ブラジル代表は優勝候補の一角として同大会の決勝トーナメントベスト4まで勝ち進み、このままいけば大会の成功によりルセフ大統領の支持率も回復が進み、10月の大統領選再選の弾みになると、地元各紙も報道した。ところが、7月9日に、ベロオリゾンテのミネイロンスタジアムで行われたドイツとの準決勝にてブラジルは7点を失い1点を返すのが精一杯であったほどの歴史的大敗を喫し、母国開催優勝の可能性はついえた。やり場のないブラジル国民の怒りは沈静化していた、大会開催そのものへの批判やルセフ大統領自身への批判を再燃させることにつながり、一夜にして状況は一転した。2014年の大統領選挙では、ブラジル経済の低迷によって苦戦を強いられたが、中道右派の野党、ブラジル社会民主党のアイシオ・ネベス候補との決選投票を 51.52% という僅差で制し再選された。しかし2015年3月15日、汚職に対し100万人規模のデモが起こった。政府系の世界的石油会社のペトロブラスは、水増し請求で数億ドルの資金を得ており、この資金が同社幹部から政治家に渡ったとされた。スイスの司法当局は、ブラジル人8人に関連する汚職疑惑に対し、関連する資金洗浄捜査を進めている。だが、ルセフの選挙参謀でもあるジョアン・サンターナが政府系の石油会社のペトロブラスに水増し請求を行い、数百万ドルの賄賂資金を得たという疑惑が持ち上がり、この資金が2014年のルセフ再選の際の選挙の資金に流れたとされた。不況も相まって国民のルセフ政権に対する不満は頂点に達し、2016年3月13日には、全土で300万人が参加した反政府デモが勃発し、同時に議会ではルセフ大統領の大統領弾劾に向けた動きが始まり、3月29日には最大政党のブラジル民主運動党が連立政権からの離脱を決定するなど、連立政権からの離反が相次ぎ、ルセフの大統領弾劾決議が可決される可能性が高まっていった。4月17日、下院はルセフ大統領の弾劾に対する採決を行い、全513議員のうち3分の2を超える賛成票が集まり、弾劾を承認した。弾劾審議は上院に移った。5月12日上院で弾劾開始の採決が行われ可決された。これにより、ルセフ大統領は180日間の職務停止となり、ミシェル・テメル副大統領が大統領代行となった。ルセフ大統領の弾劾については、知識人や労働者の間では批判があり、シコブ・アルキやレオナルド・ボフなどが政府を支持する集会を開き、弾劾要求について民主主義への脅威だと批判している。2016年8月31日、ブラジル上院の弾劾裁判による罷免投票の結果、賛成61、反対20によりルセフの大統領罷免が議決された。この結果、ルセフは大統領職を自動失職した。なお、ルセフはこれを不服として、ブラジル最高裁判所に対して上訴する意思を明らかにした。2017年9月5日、石油会社ペトロブラスの工事などをめぐり、収賄、資金洗浄に組織的に関与した疑いが持たれ、汚職のための組織を形成した罪などでルラ元大統領ら他の労働者党幹部らと共に、最高裁に起訴された。2018年に上院議員選挙に出馬したが、得票率4位で当選ラインに届かず落選した。ありがとうございます。